って有名な袋卵というマジックがあります。これね、ウコッケイの卵です。ちょっと鶏よりは小さいですね。これ木でできてますから、ちょっと硬い卵なんです。この袋の中に卵を入れます。実際お客さんにこの袋の上から触っていただくんですが、まあ触れないんで、ちょっとマイクロフォンを叩いて硬い卵ですよってことを、ね、感じていただきます。そしてこの卵を握って空中に投げると消えてしまうというマジックです。はい、出ました。袋の裏を持って、はい、何もありません。卵はどこへ行ったかというと、空中に漂ってます。これをよっ取ってきます。はい、戻ってきました。もう一回やります。またマジックはね、同じこと2回続けてやりませんが、今日は特別やります。はい、いきますよ。もう一回触ってくださいと言ってお客さんに触らせるか、マイクを叩きます。この卵を空中に投げると消えてしまいます。いきますよ、せーの、ほっ。さあ、今かなり露骨にやってまいりましたから、何か言ってくる人がいると思います。盛り上げてくれる人が、脇の下とかね、右手上げろとかね、左手上げろとか、上げてますよ、ないですよ、もっと上げろ、ここですか、よくわかりましたね、目玉焼きになっちゃいましたというのが第1弾でございます。第2弾は、今度はですね、この袋、卵は一体どこに行っちゃったかというと、最初から最後まで袋の中に入ってたんですよって言って、また卵を見せます。今度はこの袋はですね、湿気取り機、湿気乾燥機になります。まずこの部屋の中の湿気を集めてみたいと思います。ここにあるのがですね、湿気取り機。この部屋に先ほど3分前に置いといただけで、もうこんなに湿気が溜まりました。結構ありますね。でもまだこの辺からこうすると、多分湿気がもうこんなに集まってます。まだあるんじゃないかな。今日は暑いですからね、部屋の中に湿気が集まります。まだあります。はい、だいたい1日寝てるだけで24時間このぐらいの汗がたまります。もうちょっと湿気を集めたら、今度はこの湿気を乾かすマジックやってみたいと思います。もうこのぐらいでいいでしょう。さあ、この湿気取り機で集めた湿気をこの袋に入れると、一瞬にして乾いてしまいます。中に入れます。かなり湿気が溜まってますからね、この水をお客さんの方にぐわっと投げますが、完全にもう気体になってますから大丈夫です。いきますよ、せーの、はい、大丈夫です。袋を裏返しましょう。コップごとなくなってしまいます。はい、さあ、今度はこの消えた液体がですね、乾燥させなければいけませんね。さあ、湿気が逆に欲しい場合、戻ってきます。はい、袋卵と香港バッグと湿気取り機でした。ありがとうございます。